こんにちは。今日の講義は書籍、勝ってる投資家はみんな知っているチャート分析です。この本は投資初心者が株や FX、ビットコインなどの金融商品でお金を増やすために必要なテクニカル分析、つまりチャート分析について解説しています。著者は福島治さんで、彼の書籍は特に初心者向けに分かりやすく書かれているのが特徴です。資産40億円を持つカリスマトレーダーのテスタ氏もこの本を絶賛しており、投資を始める前に読むべき一冊だと強調しています。本書はテクニカル分析の基本的な概念を理解するために、まずは漫画を通じてチャート分析の重要性を説明しています。このアプローチにより読者は複雑なテクニカル指標を身近なものとして感じることができ、金融商品の値動きと人生の出来事との類似性を理解する助けとなります。具体的には過去の高値や安値、ロウソク足、トレンドライン、チャートパターン、移動平均線、 MACD、 ボリンジャーバンド、一目均衡表、RSI、 フィボナッチといった10大テクニカル指標が紹介されています。これらの指標は金融市場の動向を予測するための強力なツールです。まず各指標の基本的な概念が説明され、その後に実際のチャートを用いた具体例が示されます。このようにして読者は理論だけでなく実践的な知識も身につけることができます。また漫画や図解を多用しているため、視覚的にも理解しやすく、難しいと感じることなく読み進めることができるでしょう。さらに本書では初心者が陥りがちな誤解や注意点についても触れています。例えばテクニカル指標を使っても必ずしも勝てるわけではないこと、また資金管理やトレード戦略については別途学ぶ必要があることが強調されています。これは読者がこの本を鵜呑みにせず、他の情報源と組み合わせて学ぶことの重要性を示しています。読者からの反応も多岐にわたり、基本的な内容がしっかりと盛り込まれているため、復習や新たな知識の獲得に役立つという声が多い一方で、具体的なトレード戦略や資金管理については触れられていないとの指摘もあります。これにより初心者がこの本だけを頼りにするのは危険であるとの意見も見受けられます。このように勝ってる投資家はみんな知っているチャート分析は、初心者がテクニカル分析を学ぶための優れた入門書です。漫画や図解を通じて難しい内容を分かりやすく解説しており、投資の基礎を築くための一助となるでしょう。投資を始める前にぜひ手に取ってみてください。この書籍にはさらに興味深い情報がたくさん詰まっています。まず著者の福島治さんがこの本を書くにあたっての背景や意図について触れておきたいと思います。福島さんは自身が投資の世界で培った経験をもとに、特に初心者がつまずきやすいポイントを理解しやすく解説することを目指しました。彼自身もかつては投資初心者であり、最初は多くの情報に圧倒されていたそうです。そのため読者が同じような思いをしないように、シンプルで明快な説明を心がけています。また本書ではチャート分析の実用性が強調されています。テクニカル分析は過去の価格データをもとに未来の価格動向を予測する技術ですが、単に指標を学ぶだけではなく、それをどのように実際のトレードに生かすかが重要です。福島さんは各指標の使い方だけではなく、どのような場面でその指標が役立つのか、具体的なシナリオを示しながら解説しています。これにより読者は単なる理論にとどまらず、実際の投資活動に役立てることができるのです。さらにテクニカル分析の限界についても言及されています。市場は常に変動しており、過去のデータが未来を保証するものではないことを理解することが大切です。この本ではテクニカル分析が有効な場面とそうでない場面を見極めるためのヒントも提供されています。これにより読者はリスク管理の観点からもより賢明な投資判断を下せるようになります。本書の特徴的な点は漫画や図解を多く取り入れているところです。これにより難しい内容も視覚的に理解しやすくなっています。特に漫画の形式を用いることで、読者はストーリーを通じて自然に知識を吸収することができます。例えば特定のチャートパターンがどのように形成されるのか、またそのパターンが示す意味をキャラクターを通じて学ぶことができるのです。また読者が自分のペースで学べるように、
各章の終わりには復習問題や実践的な演習が用意されています。これにより学んだ内容をすぐに実践に移すことができ、理解を深める助けとなります。投資は実践が重要ですので、こうした工夫は非常に有益です。この本は単なるテクニカル分析の指南書にとどまらず、投資に対する心構えやマインドセットについても触れています。成功する投資家は単に知識が豊富なだけでなく、冷静に市場を分析し感情に流されずに判断できる能力が求められます。福島さんは投資におけるメンタル面の重要性を強調し、読者が自信を持って投資に臨むためのアドバイスも提供しています。このように勝ってる投資家はみんな知っているチャート分析は、テクニカル分析の基礎を学ぶだけでなく、実践的な知識や心構えを身につけるための貴重な一冊です。初心者から経験者まで幅広い投資家にとって役立つ内容が盛りだくさんですので、ぜひ手に取ってみてください。読者は多くの良いことを得ることができるでしょう。まずテクニカル分析の基本をしっかりと理解することができるため、投資に対する自信が高まります。特に初心者の方にとっては、株や FX、ビットコインなどの投資を始める際に何をどう学べば良いのかが明確になります。これにより無駄な失敗を避けることができるでしょう。また具体的なチャートの読み方や指標の使い方を学ぶことで、実際の投資に役立つ知識を身につけることができます。例えば過去の価格動向を分析する力がつくことで、今後の市場の動きを予測しやすくなります。これによってより適切なタイミングでの売買が可能になり、結果として利益を上げるチャンスが増えるでしょう。さらに漫画や図解を通じて学ぶことで、難しい内容も楽しく理解できるようになります。視覚的に情報を得ることができるため、記憶にも残りやすく、学習効果が高まります。特に漫画のストーリーを通じて実際の投資シーンをイメージしやすくなるため、理論だけでなく実践的な感覚も身につけることができるでしょう。この本にはテクニカル分析の限界についても触れられているため、過信せずに冷静に分析を行う姿勢を養うことができます。市場は常に変動しているため、過去のデータだけに頼るのではなく、柔軟に対応する力を身につけることができるのです。これによりより賢い投資判断ができるようになります。また各章の終わりに用意された復習問題や演習を通じて学んだ内容を実際に試すことができます。これにより知識を定着させるだけでなく、自分の理解度を確認することも可能です。自分のペースで学ぶことができるため、焦らずにしっかりと理解を深めることができるでしょう。さらに投資に対する心構えやメンタル面についても学ぶことができるため、冷静に市場を見極める力を養うことができます。成功する投資家は知識だけでなく感情をコントロールする力も必要です。この本を通じてそうした心構えを学ぶことで、より安定した投資を行えるようになるでしょう。このように勝ってる投資家はみんな知っているチャート分析は、投資の基礎をしっかりと学ぶための素晴らしいリソースです。初心者から経験者まで幅広い層の投資家にとって役立つ内容が満載ですので、ぜひこの機会に手に取ってみてください。投資の世界をより深く理解し楽しむための一歩を踏み出すことができるでしょう。この分析手法は、投資家が市場のトレンドを理解し適切なタイミングで売買を行うための重要なツールです。テクニカル分析の基本的な考え方は、全ての情報はすでに価格に反映されているということです。つまり市場の価格は投資家の心理や経済状況、ニュースなど様々な要因が影響を与えています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは
専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライザップでは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。